疲れ様です。ヒロさんキッチンです。ひなちゃんです。ちょっと映ってないな。映ってない。うん、大丈夫。あ、いるいる。はい、今日は親子でクッキングでマシュマロを作りたいと思います。イエーイ。これの手作りのマシュマロって売ってるやつと全然違くて、すごいふわっとシュワッと溶けちゃうんですよね。で、難しい材料なく簡単にできちゃうんだね。早速親子でクッキング。はい、材料はこちらですね。ゼラチン、砂糖、水、卵、これだけです。簡単ですね。あ、違う、あと1個忘れてたわ。香り付けのバニラエッセンス忘れてましたね。これまたちょっと確認しておいてください。では早速作っていきましょう。卵を卵黄と卵白で分けます。じゃあ割ってください。こっち割ってください。ここに、おっと、失敗こいたね。割れちゃったね。これもう無理だね。まあ、こんな感じでちょっと割れちゃうともう卵黄と卵白分けれないんで、これはちょっともう一回割り直しましょう。割りしたのはパパ飲みます。はい、どうぞ。はい、待っていい？うん、よし、割れてない。分けてみて、はい、今度は失敗しないと、うん、ちょっと指、隙間あげてね。少し隙間あげ、そうどういうこと？そう、だから、はい、こっち、うん、できた。はい、成功ですね。やったお、イエーイ。じゃあ次は卵白をね、メレンゲにします。余った卵黄はマヨネーズか醤油漬けにしてね。じゃあ泡立てていきます。じゃあ卵白入れます。じゃあちょっと手伝ってもらおうかな。砂糖少し入れて。少し、うん、パッパで、うん、オッケー。少しずつ加える。そうはい、これぐらいですね。これぐらいコシが切れたら追加の砂糖入れます。うん、もうちょい。はい、こんな感じでしっかり泡立ててもらって、ゆっくり持ち上げて角が立てば OK です。角立ってますね。じゃあこれメレンゲができたので、次はゼラチンの準備をしていきましょう。鍋でゼラチンの準備をしていきます。鍋でもいいですし電子レンジでもいいです。溶ければ要はいいので、ではじゃあ鍋で溶かしていきましょう。電子レンジの作り方はこう簡単にちょっとまとめておくので見ておいてください。はい、次ゼラチン全部、うん、砂糖入れて、これ全部全部。じゃあ火をつけて溶かしてください。火をつけ、じゃあ混ぜて溶かして、うん、あ、すごい、もう温かい。はい、こんな感じで完全にゼラチンが溶ければ OK です。そしたらこれをさっきのメレンゲの中に入れていきます。チャンネル登録お願いします。はい、それではこのメレンゲの中にねゼラチンを入れていきます。じゃあ少しずつ入れてください。うん、少しずつ。もうちょっと入れていい？ OK。 はい、こんな感じでしっかり混ぜ合わったら OK です。これで、はい、バニラエッセンス、これで香りをつけます。うん、ちょっとパッパぐらいでいいかな。もうちょい、もうちょい。OK。 バニラに匂いがする。型に入れて冷ましていきましょう。バットにクッキングシートを引いて流します。これ、熱いか？うん、
これを固まるまで冷蔵庫で冷やします。入れる、はい、じゃあしっかり冷えたので粉をつけていきます。これ粉はねコーンスターチがベストなんですけど、なかったら片栗粉でもいいです。でも味はコーンスターチの方がねやっぱ美味しいですね。で今日はねちょっと実験でミルクココア、これはねちょっとつけてみようかなと思ってます。じゃーん、コーンスターチ、これねちょっとサササッと、うん、ちょっとサラサラっと、あそうだ全体はまずいわ、ごめん半分にして、半分はちょっとココア用で、ちょっとこれ実験用。いやめっちゃスルッてすね切れるんだけど、同じよ。これをじゃこうやってつけていく、この断面に粉をねつけていきましょう。どうなるんだろう。じゃあ完成したので食べていきましょう。はい、では早速いただきましょう。いただきます。じゃあ白から食べる。うん、いただきます。あ、うん、うまい。これいいね。こっちはココアはね、ココアどうなのかな。ココア、あ、うまっ、あ、うまっ、うまい。これいい実験したね。これいい実験したね。ちょっと指汚れちゃうけどね、うん、これうまいね、これ、うん、これはうまいわ。ココアね美味しいですね。粉水分を吸わないのかな、水分吸わないかな、やっぱちょっとベタっとしちゃいますけど、出来たて食べるにはねすごいいいかもしれないです。どうだった、今日作ってみて。うん、楽しかった。うん、よかったわ。お家で作るやつの方がいい、うん、やったー。そうだね、やっぱお家の方が美味しいね。まあね、本当に簡単にこうやってね楽しんでできちゃうんでね、ぜひ皆さんやってみてください。また次の動画でお会いしましょう。